たら殺すもんで、リーフやつけど、それつまりの立ってみたらえらい寸断になるので4分の1だもん。意外と進んでないですよ。しかも垂れてきてる。そんなに凡人は凡人に知れてるよ。大げさに言うな、もう垂れてますね。わかった。もういいや、いかない。もういいだろ。もうこの男うるせえから、もう言わんほうがいいや。いつまでうるせえんだわ。まあ普段うるさいから、お兄さん、ちょっとこういう時ぐらい言っとかないと。言っとかんと。だいぶ垂れてる。いや、ほんとだいぶ垂れてるんだ。ちょっとやばいですよ。やばい。しかもこれ、洗濯のりだし。洗濯のり。ちょっともうこの雑巾。ほら。いや、これはもう。まあ、どっちも仕込んだ。雑巾。もうこれでいい、これでいい。もういい。いや本当これはこぼれすぎだ。最初はこぼれなかったけど、遅いとかいうもんで多くしたらやっぱり最初はほとんどこぼれてないね。まるで周りが悪いみたいな言い方じゃないですか、お兄さん。人に言うこと聞かんもんね。聞かないですね、お兄さんね。もうわがままで育ってるけね。はい、全部詰まったんですか。何が。海苔。詰まってないって半分なの。半分。だからよくやってたくさんこぼれた割にからね、早くやったからだけどね。はい。ちょっとこぼれたの、こぼれたっていうもんでよくしたらたくさんこぼれた。さらに周りが悪いと。あの時見たらちょっとこぼれたけど。あ、分かった。分かりました。やってみよう。いい子だね。ちゃんと上手に入れるんだよ。よしよし。そう。上手。こぼしたら女に怒られる。分かった。いい子だよ。残れてるな、あんた。中入れてよ。ってところ。あ、上手。最近そんなことがあったんですか、お兄さん。うるさいよ。しばらくないですよ、多分ね。しばらくじゃねえよ、何十年もねえよ。ないですね。いや、本当何年とない。何年とないですね。あ、漏れた。漏れたんじゃないんだって。よく言って。まあ、この辺でいいから。そんだけ入れりゃ十分。簡単なのでもいい。拭かないとね、蓋するまで。分かった。だから違う、これこっち。いいって。猛力してきてるんじゃないですか、大丈夫じゃん。まあ、そんなことは大した問題じゃない。大した問題じゃない。そうだよ。大した問題じゃないですね。あっという間に。うるせーな。うるせーな。乗り詰めるの一つでももう大騒ぎですよね。大騒ぎだな、二人でもうケチつけ、どうやってケチつけしようかと思って一生懸命見てるだね、カンパ。こっちは一生懸命やってるのに。はい、ちゃんと詰めましたね。ダンプを付き合う人がよっぽどお前精神力が強くなきゃ付き合えんなん、はい、もうこんなことでは。日々デイサービス状態ですか。デイサービス。夜も必要。ささにちデイサービスですか。夜も必要。夜も。まあおじいちゃん分かりましたからみたいな。これ何時だ。ええー、って言って言われるもん。はい。もう孫もいますからね、もんですかね。孫しとれんもん。孫しとれん。受けた。可愛い70歳。